こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらラステッドモスデモ版をプレイしていきたいと思います。今作はグラップリングフックを使用して探索を行うことができることが特徴的なメトロイドバニア系の作品となっています。世界観的にはポストアポカリプスっぽい感じになっているんだけど、主人公の女の子が銃を使っていますね。ぶっ放したい。銃をぶっ放したい。ということで、ツインスティックシューターになっていて、操作性がちょっと特殊になっているっていうのも特徴といえば特徴でしょうか。さて、ちょっとチェックしてみましょうか。設定とかをね、やってからスタートしていきたいと思います。今回ね、Steam Next Fest の時期にプレイさせていただいてるんだけど、Next Fest は全く関係ありません。いや、結構前からデモ版公開されてたんだけど、やる時間がなくて。ただ、デモ版のバージョンとかアップデートしてたのかな？ちょっと、この時期にね。ということで、こんな感じで非常にシンプルで、こう、全画面、ここ、倍数とかで2倍、3倍とか4倍に変えられる程度なんですね。画面サイズと全画面という感じで。ヒットストップ、画面揺れとかもありますね。画面揺れは例によって例の最悪オフにします。言語も変えられる。コントローラーとキーボードなどの操作も変更可能になっています。で、今作ね、珍しくこのタイプのゲームだと、大体ゲーム、横スクのゲームプレイ開始するときに、コントローラーでプレイを推奨しますっていうのが出るんだけど、今作キーボードとマウスでのプレイ推奨している。まあ、なんとなくわからないでもないんだけど、ツインスティックシューター仕様になっているからね。ツインスティックシューターはね、一部除いて、マウスの方が、確かにやりやすいんですよ。自分が行く方向と打ってる方向が必ずしも同じじゃないじゃないですか。まあ、コントローラーでもそこはできるんですけど、ただ、やはり、なんか FPS とかをやってる人に言うと分かりやすいかな。マウスでやった方が精度がいいし、素早く対応できるっていうのがあるんですが、まあ、今回は例によって例のこと PS5 のコントローラーを使用してプレイしていきたいと思います。まあ、そんな感じになっていますね。では、難易度はノーマルとフレキシブル。これ、いわゆるイージーになっているみたいな。初期 HP が増加。追いを切ろ、パック。頭が、ファーンって名前なのか、主人公。お前を探しに来るぞ、ここを離れないと。分かったよ。預言者は向こうの山に住んでいる。ティターニアのかけらを見つけたら預言者に届けてやろう。ああ、ファンタジックな名前が結構出てますね。妖精王が出てますね。ジャンプがここで、さっきね、一応一回ゲームを起動したので、銃弾は減らないみたいですね。で、銃弾はそんなに弾薬、弾は遠くまで飛ばなくて、チャージができてこんな感じで連続攻撃ができるみたい。武器はいくつかこうできるみたいなんだけど、ちょっと特殊なのがね、MP、魔法が使えるのかな。こう、ツインスティックシューターなのでジャンプボタンが L1 になっている。この今表示されているところですね、L1。襟につかまれる。こんな感じで。捕まって登ることができる。で、ジャンプで降りる。OK。撃つことができる。近接攻撃に近いですよね、正直。このぐらいの。弾は必ずしもまっすぐ飛ぶわけではなさげだな。ある程度敵がいる方向に行ってくれるっぽい。セレクトボタンで、現在地見れますね。アップグレード、ロア、旗。ティターニアのかけらっていうのをさっき言ってたから、左上のティターニアってそれかな？あなたセーブポイント、ショップ、テレポート。OK。ではやっていきましょう。これは、なんだ？後ろに、マシンは回収、そのまま吸収できる。Y を押すと、蓄えたままで回復できるぞ。ありがとう、パック。魔法の使い方を覚え直さないといけないみたいね。何か起きて、なくしちゃったのかな？覚え方。覚え方っていうか、能力ね。このコウモリ、無敵か。セーブですよね。トリンケット。はい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 。なるほど。一時的な装備ね。なんか、キャパシティが上に出てるね。いいね。マップを表示。OK。あ、これ、そういう仕掛けなのか。これ、パッと見がね、メトロイドバニアっていうよりは、なんか、こういうタイプのアクションアドベンチャーっぽく見える？最大 HP アップかな？アップグレード発見。HP の上限が増加しました。イエーイ。俺は、すごく作りがいいように見えますね。グラップリングフックを使うがある作品って、
なんかね、ちょっと微妙な作りの作品が多いんですが、これはやってる感じしっかり作られてそうな。後半ね、まだやってないから何とも言えないんだけど。グラップリングフックがある作品ってなんかね、グラップリングフックに全振りしちゃって、その実際のプレイが、普通のプレイが微妙になってるっていう作品が結構あったりするのね。おっと、これはそういう仕掛けか。なるほど。あ、チャージしてると動きが遅くなるのか。 OK。 あ、速攻で倒そうと思ったけどうまくいかなかったや。結構ダメージ入りますね。気をつけなきゃ。敵の攻撃方法とかも特殊で個人的に面白いですね。おっと、危ない。勝手に吸い付いたりはしないか。トリンケットか何かで強化すれば、もしかしたら自動で吸い付くようにできるかもしれないね。アイテムね、破壊できる？できるね。これは通貨ってことでいいのかな。 OK。 おっと、これどうなんだろう。あー、でもできないか。すごい連射コントローラーとかあったら素早く倒せないかなって思って、チャージしないで、チャージしなくてもね。逃亡者エリー、いや調子はどう？私はここでキャンプ生活をしてるの。この方が平和な生活だなって思うんだよね。ラボの科学者たちは虚しくあがき続けるばかりだし、そういえばあそこから爆発音がしたような。うん、なるほど。セーブするとやはり回復するか。うん、特殊なアイテムがあるね。ここは落ちたら登ってこれなそうだけど、ワープになっている？まあ今は関係ないってことか。ってことは上だね。了解した。ついチャージしちゃうぜ。ああ、死んじゃうのか。さっきの場所に出ないかなーって思って。出ないですね。オッケー。ボスがいそうな感じが。これね、ある程度敵の方にエイム行きますね。狙ってるんだけど、弾がね、敵の方角にちょっと寄れる、勝手に。たださっきやった感じでちょっと気になったのが、わかる？敵の近くにいると勝手に弾が敵の方にちょっと行くんですよ。狙ってる方向に関連してる、もういるんだけど。まあいや、ファン。あの爆発、あなただったのね。誓って言うけど誰もいないと思ったんだよ。どうしてあんなことをしたの？私もファンも同盟で育ったのに、みんな友達だったのに。みんな前の友達でしょ？私たち元から違うんだよ。本気で言ってるの？だって今でもファンでしょ？ファン？私はずっとファンの味方だったのに、ファンが自分の影と話してるのを見た時にもっと疑うべきだった。オイラを影呼ばわりするな。もう関係ないか、私のペットが八つ咲きにするから。どういうあれなんだこれは。もう一回ジャンプする、ジャンプするね。あー、やべ、俺がジャンプしてどうする。おっと、あれ大丈夫なの判定。今のは俺割と当たってもしょうがないと思ったよ。勝った。第2回戦 OK で、こいつを倒すとじゃああれ網がもらえるんだな。網じゃないけどそのグラップリングフック。あ、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 よし、行け。普通ですね。よし、倒した。第三形態は？どうも、元気にしてる？なんだこいつ。どこから出てきたの、ボニー。人間のマシンに入ってたみたいだな。その通り、最悪だったよ。あの中って狭いし、臭いし、やっと手足を伸ばせる。確かに臭いよな。マシンから解放してくれた俺に祝福を与えてあげようか。お、こいつは強力な技だ。パックに与えた祝福でスイングできるようになったよ。妖精の苔が生えてる場所で R を押せばそこが支点になる。慣れれば自在にスイングできるぜ。できれば空を飛びたいけど、まずは試してみるよ。妖精の苔を右クリックすればパックを支点にしてスイングできるんだね。あ、クリックとなのか R なのか。これね。なるほど。なるほど。スイング以外の使い方もありそうだが、苔がないところはできないとね。なるほど。なるほど。セーブ。よし。
こういう感じね。フック押して再リリースね。なるほど。ちゃんと方向キーでもこう操作できますね。方向キーで入れた方角に飛ぶようになってる。X、はい。伸縮自在なんだ。立ったままでなくてもフックを投げられる。ジャンプ中にフックを投げれば勢いが増すよ。あ、俺先にそれやってたんだけど違うんだ。前提じゃなかったのか。そうか。ちょっと俺がやりすぎちゃっただけだか。はい。OK。フックの使いは設定で変更可能。具体的には何が変わるんだ？グラップルモード、これか。ボタンを押してフックボタンを押してリリース。はい。ボタン長押して射程、ボタンを押してフックリリース。ボタンを押してフックボタンリリース。ああ、これは、まあ、好みで。今は、とりあえず、変えない方向でいいかな。なるほど。ああ、これ俺の今の設定、押しっぱじゃないのか。押しっぱにしてたんですけど、今の設定が一番使いやすいかな。この押しっぱよりは、一回押したら離れないがいいかな。ロープはバンジーコードみたいなものなんだ。勢いよく落ちている最中にフックを投げればそれだけ高くバウンドする。投げるのが遅すぎると串刺しになっちゃうから気をつけて。コントロールが命だよ。落下中にフックを投げてみてバウンドしてる間にフックを外すとふわっていくから。オッケー。いや俺これ外す可能性非常に高いんだけど。こうね。イエーイ。いや無理だって、無理だって。落ちるってやめろって。俺は操作ミスって死ぬパターンですね、間違いない。ロープは伸びるから少し沈んだ後にバウンドする。そこも計算に入れてね。トゲに当たっちゃうよっていうね。はい。OK。これは絶対バウンスしすぎてトゲに当たるパターンが出てくるね。間違いない。俺にはわかるんだ。ああ、まあ、こうじゃなくて、さっきのあのままの勢いでいけばよかったんだけど。これ やらかしたか。いやでもいける、いけるかな。で、待って、やり直した方がいいレベルだな。やり直した方がいいレベルですね。落ちちゃダメだって、落ちちゃダメだって。よし。地面に足がつくか、どこかに捕まってからでないと、もう一度フックを投げられないんだ。あ、マジで？空中でもう一回ってのはできないのか。なるほど。こういうことね。ちょっと待って。場所がよろしくない。これ、もうちょい下の方。違う、そこじゃない。そこじゃないんだ、兄弟。じゃないんだ。もうちょっと、はい、もうちょっとね、向こうに行ったタイミングで押したいんだけど。早く押しちゃうな。違う、そこじゃない。違うんだって。なかなか端っこの方に当たんないな。あっちに当たっちゃう。もうちょっと端っこの方を狙ってるんだけど。もうちょっとスティック傾けるか。これは確かにマウスの方がやりやすい。間違いなく。これはこういう仕掛けってことでいい？ああ、合ってる。こういうところに壊せる壁があったりとかはないよね。OK。なるほどね。これ、しがみついた状態で撃てる。ダメか。よし、いけた。はい。やばい、長すぎる。OK。どこから落ちるか。もうちょっと伸ばせないかな。これは落ちるしかないかも。落ちても HP 減らないのは優しいよね。ああ、やべ。結構ここ落ちて。別にここじゃなくてもいいんだけど。ほよっと。OK。まあ、あるわな。OK。で、どこが開いたんだ？下じゃないよね。
こうじゃない。帰りはどこからだ。あ、そっか、こっから行けるのか。 OK。 OK。 あれは何だろうか。トリンケット発見、時間操作。ステーポイントでトリンケット見てみようか。時間操作、敵の弾が遅くなる。あー、透明な妖精の祝福。未来のことなら少し覚えている。なるほど。敵の弾が少し遅くなる。いいね。前通れなかったってことだね。これでチェックして、さてどちらへ行くか。遅くなってる？正直ちょっとよくわからないレベルなってるんだろうけど。やべ、敵の挙動すごく好きですね。あのノックバックが発生するね。おお、ちょっといやらしい位置にですよね。あれ、まあ、ブラブラして敵がこっち来るのを待ってで倒すっていう感じでしたね、正確には。ああやっていかないで。さっきみたいに行き方は間違ってる。これ、アップグレードで、このレールガンか、の射程伸びるかな。あ、やべ、よろしくないところに。Y ね。おお、してきてきた。仲間がしてきてきたか。指摘してきた。すごい噛んだ、今。あ、ダメージ入るん、毒なんだ。汚染されている。ここはイコールに毒されてるな。ラボではイコールを使って妖精を換算させてた。奴らが捕まえた妖精をね。知ってるよ、お前に助け出されるまでオイラも散々浴びせられた。そもそもこいつは何なんだ。妖精の血液から見つかる物質を精錬すると強力なエネルギー源になる。何が精錬だよ、野蛮なこった。しかも猛毒、私は少しの間しか耐えられない。イコールの中に長くいると大怪我しちゃうんだ。無理やり通るじゃないの。無理やり通るで合ってるよね、多分これ。無理やり通るって言い方はちょっとあれだけど。やべやべ、こういうことだよね。あ、やばい。お、乗れ、お、乗れ、回復しとこう。おっと兄弟、おお、そんなバカな。つまりこれはあれだな、こうやって戦いだな。どう考えてももうちょっと空中にいる状態でだよね。端っこよろしくない。これ死ぬな、やられてしまった。まあ、ぶら下がりつつ戦えなのは間違いないんだけど、うまくいかなかったね。えっ、えっ、 OK。 できれば MP がある状態であそこまでたどり着きたいところ。やべ、当たっちゃうと、当たっちゃうと落ちちゃうか。気をつけないんだな。位置が悪い。倒せてよかった。ここから移動したくない。お前が来い、お前が来い。さあ大丈夫だった。 OKオッケー。念のため。どっち行こうかな。この方もバンジー使えばいけると思うんだよね。まあいいや。ボスか。マヤから警告するように言われていたファーム。何年も何年も私たちのふりをするなんて気分が悪くなるわ。大魔女アメリ。マヤはあなたが人間だと主張していた。ラボが爆破されるまでは。あの時の彼女の表情と言ったら、ティターニアのかけらを渡してもらうよ、魔女さん。渡すものですか。ティターニアのかけらがあれば、妖精をいつまでもエルフヘイムに閉じ込めておける。エルフヘイムね。そして人間の時代は続く。そうはさせないぜ。なるほど。
今のところぶら下がる必要ないな。なるほどね。これまあ第二形態があるよね。あ、ただ HP が桁違うだけか。もう一桁ある？これいくらなんでも簡単すぎるだろう。じゃないと、さすがに回復。あ、やべ、やらかす、やらかした。宗教上の都合で、あの可能な限りグラップリングフックを使いたくないんだけど、まあもう一戦ありますよね。Y 使えない。使えた。おっと、これは楽しいボス戦。私が負けた？ティターニアの力でさえ覚えなかった私のせいで、もう少しだけ時間があれば。ティターニアのかけらを発見。ほうきに見える、あ、手かな。妖精は私たちの赤子を奪い、私たち世界を奪った。殺せないんだ。工場の屋上。人間には魔力がないと思ったけど、魔女ってのがいるんだな。世界が変わりつつある。人間さえ使えるぐらい魔力が復活してきたんだ。しかもあの魔女、ティターニアのかけらで魔力を増幅させてた。預言者に会いに行こうぜ。何をすべきかわかるはずだ。意外とデモ版長いですね。ようこそいらっしゃいませ。さすらいの妖精の役に立ついろいろな魔法を使ってますよ。預言者に会いたい。彼女なら向こうの山に住んでいますよ。もしあったら弟がよろしく言ってたと伝えてください。拡張薬、フルチャージした弾のダメージが 30% 増加する。ああ、これでマグネット、マネーが自分に引き寄せられる。射程が伸びる。あー、これでよし。どっちも欲しいですね。ぶっちゃけ全部欲しい。名前の色変わった？もしかして。なるほど。そうね。OK。 いや、あ、そうだ、これトラップの足場だ。考えてなかった。危ねえ危ねえ。マネー吸い寄せるやつは早めにでも取った方がいいですね。実際にプレイしていたら多分一番最初に取った方がいいかもしれないレベルですね。あなたを見なかったことにしておくわ。私が探してるの裏切り者。あなたは元からこちら側ではなかった。別のやつがいるのか。さてと、まだデモ版を最後までクリアしていませんが、今回のプレイはここら辺で終了したいかと思います。大体どんな感じの作品だかね、お見せできたと思うので、いかがだったでしょうか。非常に作りが面白いですね。グラップリングの要素も楽しいので、これがやっぱり特徴なんですが、グラップリングなくても普通に面白い。この銃撃ったりとかするの自体が楽しい作品ですね。武器も他にも入手できるみたいなので、少なくてもあと5つかあるみたいなので、そちらの方もどんな感じだか見てみたくなるような作りですね。グラップリングフックはね、ちょっと不安定なので、私はあまりボス戦とかでは使いたくはならない仕様ではあったりするけど、よくできていると思うし楽しいと思います。基本的にプラットフォーム移動、ジャンプで移動するのが好きな人なので、あんまりグラップリングフック実は好きじゃないんですよ。やるの自体は面白いんですけどね。なのでボス戦とかでは使っていませんでしたが、実際に使った方がうまくできるし、よくできる、よくなるので、ボス簡単に倒せるので。あとはね、
やっぱりやってて思ったのが、マウスでやった方が簡単なのは間違いない。狙うのがグラップリングフックのさっきの何度も落ちた場所あったじゃないですか。あの微妙に狙ってた、自分で狙ってると思ってるところね、だとコントローラーのこのキーだとちょっと違うところに当たっちゃってた。多分マウスだったら間違えてなかったんじゃないかなとはちょっと思ったりしてた。実際にあそこ攻略できたんだけど、狙ってたのがここで言うとね、ここ狙ってた、ちょっと待って、この端っこのこういうところ狙ってたんだけど、実際にジャンプした時に当たったのはこういう真ん中ら辺だったんですよね。こんな感じになってたので、マウスの方がもう間違いなくここは当てられるかなっていう感じがします。別にコントローラーの操作性が悪いってわけじゃないよ、マウスとかの方がさらにいいっていう話ね。これプレイして特にこれっていう不満点はないかな。攻撃の射程が短いとかちゃんと強化で上げる仕様になっているし、強いて言うとメトロイドバニア系作品としては日本のメトロイドバニア系作品によくあるやつなんですけど、ステージに区切られてるようなメトロイドバニアっていうと分かりやすいのかな。なんていうかね、もうこっち来るの前提で作られている、こうマップが区切られててステージ上になってるっていうことじゃないですよ。そこはもうなってるので、普通のメトロイドバニアもいわゆるお話がいっぱいあるので、もうそれを追う前提で作られてるタイプのメトロイドバニアので、自分で探索してるっていうよりはこちらに生かされているっていう感じが非常に序盤は特に強いっていうのがあったりはしますね。そこら辺は見せ方とかによるんですが、そういうのがあまりない作品ですと、ブラッドステインドだとか、有名どころのだと、まあ、メトロイドシリーズとかですよね。そういうのをうまく隠してて、プレイヤーがあたかも自分で選択してこちらに来ているかのようにしているんですが、本作はかなり誘導されている感が強いっていうのはちょっとあったりしますね。まあ、こちらもう全然いけないから、もうこっちしかないよねっていう感じになる。で、その、先ほど言ったブラッドステインドだとか、メトロイドですと、その道は実際には一つしかないんですけど、そこの道にたどり着く方法が 2,3 個あるっていうところが結構あって、そこにたどり着くことで、まあ、誘導していない、あ、俺これ選択したけどこっちでいいのかってなるんですよ。で、それを分かる、どうして分かるかっていうと、まあたまに戻って、あ、でもあっちのルート探索してないよな、おや、でもこっちのルートも進んでいくと同じところに出たぞってなる仕組みがあったりするんですね。それが今作あんまりないっていうのはあるんですけど、まあインディーズ作品だとこんなもんなんですよね。全然よくできてる。あくまでちょっと気になったので、誘導されてる感が強いのと、そういう印象が強いのは結構キャラクターが喋るじゃないですか。なのでストーリーを追わされてる感があって、メトロイドバニアやってるよりはステージ攻略させられてる感がちょっとあるっていうね、結構あったりしますね。メトロイドバニアでそういう傾向が強いのは、日本の作品というかアジアの作品がそういう傾向が強い、多分ね、物語を入れる前提で作っているからだとは思うんですけど、そんな印象があったりしますね。インディーズでも例えば有名どころですと、ホローナイトだとかはそういうのないんですが、そういう印象ないんだけど、こんな感じになっていますね。それが悪いとかではなくて、そういう特色が出るっていう話ですね、が出たりするね。ちなみに今作ドット絵がすごくいいと俺は思う。それはそれとして、ストーリー面とか以外で、で BGM もかなりいい方だけど、基本的には今のところはちょっと印象に残るようなのはないかな。雰囲気に合ってるからすごくいいと思う。こことか雨の、ポストアポカリプス風な世界観なんだけど、もちろんファンタジー要素が入ってるけどね、な世界観なんだけど、こういう灰色な世界で雨が降ってるっていうのはすごく印象に残っていい感じだと個人的には思います。とそんな感じでね、かなり良作だと思うので、今作発売されたらメトロイドバニア好きの方とか横スクロールアクション好きな方はぜひプレイしてはいかがでしょうか。すごく面白いと思います。私も機会があれば自分でプレイしたいと思いますね。普通に楽しいです。おすすめ。多分これが悪い作品になるってことはここからないんじゃないかな。すごく品質がいいので間違いなく面白い作品になると思うので、ぜひプレイしてみてください。気になったところもいつも通り上げていますが、本当にすごく面白い作品になると思うので、ぜひプレイしてみてください。といったところで今回のプレイを終了したいかと思います。皆様いかがだったでしょうか。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私のツイッターへのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のプレイはここら辺で、また次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。